フランクフルトの戦いは、第二次世界大戦中の西部戦線にて発生した戦いである。1945年3月26日、アメリカ第6機構士団に援護されたアメリカ第5不評士団は、ドイツ第7軍第80軍団が展開するフランクフルトアムマインへの攻撃を開始した。3月22日、 ライン川を突破した米第五不評師団は速やかに共闘法を確立。さらに3月23日にはこの共闘法が東へ5マイル拡大され、この時点でフランクフルトへの距離はわずか14マイルとなっていた。3月25日、米第6機構師団がオッペンハイムにてライン川を突破し、フランクフルトを目指して北上した。3月26日、第五師団は 市街南部に到達し、ラインマイン空軍基地を占領。その後まもなくして、第5、第6の両師団は合流を果たし、マイン側に沿って南部からフランクフルトを攻撃した。3月27日、第5師団は、マイン側にかかる無事な橋を発見し、激しい重砲撃を受けつつもこれを渡って市街への突入を果たす。フランクフルト市内に突入した両師団は、 ドイツ軍守備隊との荒烈な市街戦を戦いつつ、徐々に市街の確保を進めた。3月29日、市街全域がアメリカ軍によって確保されるが、4月4日までは市内各地で散発的な銃撃戦が続いた。フランクフルト占領後、第5師団は4月7日まで市内での休暇を与えられ、その後はルール包囲戦を戦っていた第1軍第3。 軍団の支援へと向かった。ありがとうございます。